ケビン・マギーはオーストラリア出身の元オートバイレーサー。地元、オーストラリア、そして日本でのプロダクションバイク、スーパーバイクでのレースで、マギーのキャリアは始まった。オーストラリア国内のスーパーバイクのレースに、ボブ・ブラウンのチームからドゥカティを買って参戦。その後は、マイケル・ドーソンと一緒にウォーレン・ウィリングが運営する、ヤマハのディーラーチームから、 プロダクションレーススーパーバイクレースに参戦した。当時はプロダクションレースが格上であり、スーパーバイクのシリーズは発展途上にあった。1985年に森脇エンジニアリングの森脇守により見出され、鈴鹿8時間耐久レースに森脇8号車で初参戦。1986年の鈴鹿8時間耐久では、ドーソンとペアを組み、 オーストラリアから持ち込んだスーパーバイク仕様の FZ750 を買ってワークスの TTF1 勢に割って入る2位表彰台を獲得し世界的に注目を浴びることになったしかしこの年バサーストで開催された耐久レースでは大きなリードを保っていたにもかかわらずピットサインを見て後続が迫っていると勘違いし結果転倒して足を骨折 GP デビューを遅らせることになってしまった。だが年末に開催されたスワンシリーズではヤマハのワークス GP マシンに乗る機会を得て6レース中2勝を収める活躍を見せた。1987年、マギーはケニー・ロバーツ率いるヤマハチームからロードレース世界選手権 500cc クラスにワイルドカード枠で参戦の出場機会を得た。開幕戦日本 GP は クラッシュに終わるが、雨に見舞われた第7戦、ダッチ TT では、初ポイントを獲得、そして第13戦、ポルトガル GP で、見事3位表彰台を獲得する活躍を見せた。またこの年の鈴鹿8体に、マーチンウィマーと組んで出場。吉村の高吉勝郎の点灯により、残り5分での逆転劇でヤマハに、8体初優勝をもたらす。さらには、 t t フォーミュラ世界選手権の菅生ラウンドでも勝利を果たし、マギーは1シーズンに3つの世界選手権レースの表彰台に立った唯一のライダーになった。1988年、マギーはランディ・マモラの後釜として、チームロバーツ・ヤマファからウェイン・レーニーをチームメイトにフル参戦デビューを果たした。またこの年も鈴鹿8体に参戦し、GP と同じくレーニーと組んで、 自身に連勝を果たした。GP では第3戦、原まで開催されたスペイン GP で早くも初優勝を果たし、将来が有望視されていた。しかし、翌1989年、ラグナセカで開催された第2戦アメリカ GP で、マギーは不幸なアクシデントの当事者となってしまった。レース後のクールダウンラップ、4位に入ったマギーは、バンアウトのパフォーマンスを行い、 タイヤスモークを上げていた。その煙で、マギーのマシンが見づらくなっていたところにばば、ショバートが突っ込んでしまった。この事故で、マギーは足を骨折、そして重傷を負ったショバートは、レーサーとしてのキャリアを終えることになってしまった。また皮肉なことに、翌1990年のアメリカ GP では、マギーは前年と同じ場所でクラッシュし、 頭部ににに重傷をを負っって1シーズンを棒に振ることになった。1991年は鈴木から2戦、チーム、ロバーツヤマハから1戦のみの出場に終わった。1992年の日本 GP には、日本テレコムヤマハから、ワイルドカードでの参戦が予定されていたが、フリー走行で転倒し、欠場、そして1993年の日本 GP に、ワイルドカード参戦したのが、 マギーにとって最後の GP レースとなった。マギーはスーパーバイク世界選手権にも何戦か参戦し、1991年と1992年には地元フィリップアイランドで勝利を記録した。1992年には全日本ロードレース選手権 GP500 クラスでダリル BET と熾烈なチャンピオン争いを展開したが、惜しくも2ポイント差で敗れた。 1994年には、アマ・スーパーバイクに参戦し、その後引退を発表した。結局マギーは、ショバートとの事故後、かつての輝きを取り戻せないままキャリアを終えることになった。マギーは、オーストラリア国内でのモートジッピーと、スーパーバイク世界選手権のテレビ放送で解説者を務めている。また、オートバイ雑誌2ホイールズで、時折市場レポートも行っている。 ありがとうございます。